はい、皆さんこんにちは。今日は昨日申しました通り、中国北方の騎馬民族の故郷を飛んでみたいと思います。特に郷土とかですね、を中心とする、遊牧騎馬民族ですね。でそれがそうですね、さっきここにマーキングしたんですけど、ウランバートルですね、モンゴルの今首都になってますけど、大体ね、この歴史の関係の図表で見ると、まあこの辺りがですね、まあ、どこが根拠地って具体的にピンポイントで示せるわけじゃないんですけど、おそらくこの辺なんじゃないかなと。まあほんでウランバートルのですね、もうちょっと南西の方に行きますと、昔のカラコルムですね、カラコルムっていうモンゴル帝国の首都だったと思うんですけど、ちょっとこれには出てこないですね。ウランバートルのね、南西に行きますとね、カラコルムっていうのがあるんですよ。まあそれはいいとして、このウランバートルからですね、まあ西の方に、適当にこの辺りに到着地点としまして、まあこれ全部飛ぶわけじゃないですけどね、大体どんな雰囲気なのかを見ていきたいと思います。ちょっと今日はね、雲の量を多めにしたんですけど、ちょっともしかしたら多すぎて支障があるかもしれないですけどね、ちょっとその場合はやり直す可能性もあります。これね、アルファベット4文字で空港エアポートコードって言いまして、アルファベット4文字とかで表されるんですね。で世界には1万以上の空港がありますから、それはアルファベット4文字で、まあ、表していて、でこの2文字目がですね、 M っていうのが、これモンゴルなんですね。だいたい2文字目に国のアルファベットが来るんで、ちょっと1文字目は何だったか忘れました。2文字目に国が来るんですね。なんか妙に風の音がしますけども、風が強い設定にしちゃったみたいですね。まあモンゴルの首都ですね。どの辺が中心部なんでしょうね。こっち見るとないから、この辺が中心部なのかな。ちょっとウランバートルをですね、見学していきたいと思いますけど、まあこの辺だと思うんですけどね。いやー、すごい風景ですね。こちらが北側ですね。北に向かってちょっとこう斜面になってる、若干斜面になってる感じがします。ただ南の方にもね、山がありますから、まあちょっとした盆地になってるのかな。
まあ、この辺行くとかなり民家が密集してますね。まあ、なんというかマンションとかじゃなくて一戸建てとかですかね、まあ、ちょっとしたアパートみたいな、まあ、割とその小規模な住宅が立ち並んでる感じですね。これはちょっと面白いですよね。あのキエフみたいに集合住宅のでかいやつが林立している感じじゃなくて、小規模な住宅がこう立ち並んでる感じですね。まあ、ちょっと北側に行ってみましょうかね。これ山って言ってもそんな高い山じゃないんですけど、何か向こうの方に平原が見えるんでですね、ちょっと気になるんでそっちに行ってみたいと思います。まあ、モンゴルっていうとね、あの大相撲のね、結構横綱の上位陣がモンゴル人ばっかりになっちゃってましたけどね。いつぐらいからそうなったのか、割ともうずっとそうですよね。日本人力士が上位陣にあんまりいませんからね。まあ、あのそれぐらいそのモンゴル相撲っていうのも結構盛んでしてね、まあ、そういうレスリングとか そういう体型的に向いてるんじゃないでしょうかね。がっしりしてますし首が太いですよね。トルコ人なんかもね、がっしりしてますよね、体が。だから割とその北方遊牧民族っていうのは体格がいいんですよね。まあ、そういう意味では戦闘向きなんでしょうね、多分。喧嘩が強いというかね、相撲とかレスリングが強そうですよね、いかにも。まあ、それは国民全員がそうっていうわけじゃないんでしょうけど、ああすごいですね、壮大な眺めですね。これ砂漠って思ってましたけど、そういう感じでもないですよね。もう本当に見渡す限りの高原というのかね。まあ、これあのウランバートルから今北に行ってますから、あのバイカル湖のですねイクルーツクとかそっちの方に行こうと思えば行けますね。この辺にちょっとした集落がありますね。
ちょっと地図を出してみますね。そうですね、これがバイカル湖なんで、まあ、まっすぐ北に行けばね、まあ、今ちょっと西に向かってますけども、このまままっすぐ北に行けばバイカル湖になります。まあ、あのイクルーツクとかがある方ですよね。しばらく西に飛んでみようと思います。ちょっと視点をね、ああこれか、はいはい、これがあの胴体の下の視点ですね。まあ、これも面白いですね。結構これでいいか。あれ、フラップは。いやー、これはいい景色だな。これね、実はあの BGM もあるんですね。ゲーム中の BGM なんかもあるんですけど、まあ切ってますけどね、 BGM なんかを流してもいいかもしれませんけどね。結構あのピアノの曲なんかを流すとね、すごいいい感じになりますよ。あの YouTube なんかでそういう動画ありますよね。あの 4K で、 4K 画像であのずっとクラシックを流しながら上空を飛ぶだけの映画、あの動画って結構ありますよ、海外のサイトでね。いや、まさにこれですね。あの地図とかね、 Google マップで見ると土の色をしているんで砂漠だと思ってたんですけど、実際こう飛んでみるとそうではないですね。結構緑があって、草原ステップですね。まあ、ところどころ砂漠みたいな土だけのところもあるんでしょうけど、基本的にはそんなに、うん、緑ありますよね。だからこういうとこでやっぱり草を食べさせながら牧畜を営んでたんでしょうね。いや、すごい雄大ですね。平地、全くの平地ってわけでもなく、こう起伏に富んだ感じの平地っていうのがいいですよね。
いや、ここは飛んで正解だったな。もうこういう土地にいるんだから馬の扱い方なんていうのは手慣れたもんでしょうね。もう毎日馬に乗ってるでしょうね。成人男性、まあ子供の時からもう馬を乗っているでしょうね。だから馬に乗りながら弓を射たり、馬に乗りながら例えば姿勢を変えたりとかですね。もう自由自在に馬に乗りながら、その姿勢をいろいろ後ろ向いたり横向いたり、馬の背に隠れたりですね。で、時には弓を射たり、もうその馬の使い手なんですよね。馬の使い手なんで、もうとにかく移動が早いですし、退却も早いということですよね。形勢が不利になったら退却も早いわけです。移動が速いし、退却も速い、打撃力もある。で、馬に乗って、例えば剣を持って戦ったらですね、相手の頭上から剣を振り下ろせるわけなんで、またこれ有利ですしね。高いところから戦うわけなんで、で、槍なんかを持ったらもっと強いですしね。で、日々毎日馬に乗ってるから、もう馬の扱い方が最高に慣れてますからね。それはもうね、鉄砲隊がないとね、やっぱり彼らには勝てませんよね。鉄砲を横一列に並べて、1000丁ぐらい並べて一斉走射したらやっと勝てるぐらいで。ギリシャだったかな、密集隊形にして槍を構えるって、ファランクスっていうのがありますけど、ファランクスだったら騎馬隊に対抗できるような、そんな気もしますけども。ただファランクスの弱いところは、横とか後ろを突かれたらもう総崩れになっちゃうんですよね。並んで槍を向けてる前に、その方向については強いんですけど、だから騎馬隊とかですとね、もちろん1体じゃないですから、2体も3体も分けて動いてるわけですから、ぐるっとこう囲まれてですね、横とか背面を突かれたらですね、もう総崩れですよ。そういう牙がやっぱりね、機動力がありますよね。機動力が最大の武器なんで。で、逃げる時もね、一斉に各それぞれがチリチリになって逃げればいいんで、退却もものすごく早いわけですよね。で、モンゴル軍はね、一頭馬がダメになった時のためにスペアを何頭か用意してたんですよね。だから5頭6頭を自分がまとめて捌くわけですよね。で、馬が脱落したらもうそれは放棄して帰ればいいんで、まあ、そういう牙に関してはもう世界一、牙技術を発達させていった人ですからね。もうそれはやっぱり強いわけです。やっぱりね、歩兵というのは最大の弱点は動きが遅いことなんですよね。
それに牙はね、やっぱりあの食料とか水なんかも馬に運ばせることができるわけですからね。そういう面でもあの輸送力もありますよね。いやー、この国土を見れば納得ですね。本当に。ちょっくら中国に攻めていくかっていう感じなんでしょうね。確かに何にもないですから暇なんでしょうね。結構毎日暇なん、暇って言ったら違いますかね。忙しいんでしょうけど、その仕事、牧畜に忙しいは忙しいんですけど、何分こう文化がないというか、まあ、そういう意味ではちょっくら遠征に行こうかみたいな感じで、そう目的が決まったらもうそれに向かって一丸となるでしょうね。だって下手に豊かな町で暮らしているとそれぞれの利害関係がぶつかるでしょうからね。一丸となってあいつらに攻めていこうぜっていうふうにならないかもしれないですよ。いろいろな打算が働いて、実は敵に寝返った方がいいんじゃないかとか、今のあいつらの政権は気に食わないから、むしろ応援するんじゃなくて敵と結んだ方がいいんじゃないかとかね、そういうこう打算が、思惑が重なってですね、というのは変に自分たちもそれぞれが富を持ってますから、その富を失いたくないですからね。それぞれがこう計算して別の動きをしますからね。ただこんなところで遊牧民族なんかやってたら富なんか別にありませんからね。富なんていうものはまあせいぜい馬と羊とかそういう持ち物だけであって、あとは移動式のゲルで家財道具なんかって言ったってたかが知れてるでしょうからね。もうそうなるとやっぱり一丸となって動くでしょうね。族長の下でそんな裏切りなんかも出ないんじゃないですか。出にくいんじゃないですかね。別に裏切ったって自分は別に富を持ってるわけじゃないですからね。その族を離れたらやっていけないですからね。これが都市に住んでるとやっぱり屋敷もあれば土地もあるし、田んぼなんかも持ってるでしょうし、で金銀財宝なんかも蔵に隠してるでしょうからね。いろいろそれを守るための思惑が働くと思いますよ。だから政敵を暗殺してやれとかですね、そういうことが頻繁に起こるわけですよね。ただこういうところに暮らしてたらね、もうここの土地は俺のものだとかそういう発想ではやっていけませんよね。もうこんだけ広いんだから好きにどうぞって感じで、一族がまとまらないともう話にならないですよね。だから裏切りとかがあんまりないような気がするな。まあただそれはそういうふうに表面上見えるだけなんでしょうかね。実際はいろいろドロドロしたものがあるのかもしれないですけど、まあこの辺は本当に砂漠っぽいというかですね、割と以前飛んだサウジアラビアのリヤドにちょっと風景が似てきましたね。これはもうモンゴル領内ですね。ウランバートルの西に進んだあたりです。
これ北の方ずっと行くともうロシア国境に入りますので、これなんかね、気づくとね、上昇の方に入っちゃうんですよね。これは飛行機の特性なのかな。上昇気流があるからでしょうかね。エレベータートリムもほぼニュートラルですし、フラップも使ってないんで、だけど、ほっとくとね、上昇に入るんですよ。これやっぱり上昇気流があるからでしょうかね。特にオートパイロット働いてないんで、まあ多分上昇気流が出てるからなんでしょうかね。ほっとくとね、上の方に上がろうとするでしょう。ほら、これもね、エレベータートリムほぼ 0% ですから、これオートで入る、修正が入るんですけど、あのアシストが入るんですけどね。でも今入ってないですよね。で、ほら、どん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 上がっていくでしょう。でたまにこうやって修正だ、あのエレベーター修正してやらないといけないんですよね。ウクライナの件ですけど、今日ドイツが やっと重い腰を上げて、ゲパルト対空戦車を提供する方向になったっていう、まあ、決定じゃないと思うんですけど、そういう報道がありましたね。あのゲパルト対空戦車というのは、機関砲ですよね、30ミリ機関砲かなんかをあるのと、で一応レーダー積んでるんで、まあ、あのミサイルじゃないんですけど、対空機関砲ですよね。船でいうとシウスみたいな感じです。レーダーと対空機関砲のセットになってるやつですね。で当然地上物に対しても使えるんですね。対空で撃ってもいいし、対地で撃ってもいいんですよ。ただね、対空機関砲っていうのはもうちょっと難しいですよね。本当に低い、対空って言ってもですね、探査無と一緒で、射程はせいぜい4キロとか、スティンガーがだいたい射程4キロぐらいですよね。射程と射高、射高っていうのは一番到達する高い距離ってことですけど、射程と射高がだいたい4キロとか数キロなんですけど、多分対空機関砲だとね、それより短いんじゃないですかね。
だからヘリとかがいたら撃てるかもしれないし、本当に低空を飛んでくる戦闘機とかいればですね、使えると思うんですけど、あんまりどうでしょうね、むしろ対地攻撃の方が重宝されるかもしれないですけどね。まあやっぱりドイツは天然ガスをね買ってますでしょう。あれを止められたら、でさっき報道あったんだけど、ポーランドに対してロシアが天然ガスを止めるっていう日なんか脅したらしいんですけど、そしたらあのポーランドの通貨が一気に安くなったっていう報道が今さっきほどでしたね、ありましたね。まあポーランドはね、あの戦闘機をミグを供与するとかしないとか言ってる前から言ってたんで、あれ結局はまだ実現してないと思うんですけど、でそういうのを前から言ってた国なんで、まあロシアがちょっと怒ったんでしょうね。まあでもね、天然ガス止めて、じゃあ今だって結構春だから、まあ暖房がいらないじゃないですか。だから今止めてもね、備蓄でなんとかなると思うんですよ。あの多少ちょっと産業に影響が出るかもしれないですけど、でやっぱりねこういう非常事態ですから、そこはやっぱり国民も協力をしてくれますよ。言えばちょっと今年の夏はもうこういう非常事態なんで、あの必要最低限のエアコンしか使わないようにしましょうねっていう形で、まああのなんというか政府が温度を取ってですね、まあその辺は、まあもちろんそれは熱中症とかの問題もあるんで、あのなんというか強制力とかそういうものじゃないにしても、そういうふうに努力しましょうねって一丸となって、その対ロシアのまあキャンペーンをですねやる必要があると思いますよ。まあ日本もそれをやるべきでしょうしね。もうそういうのは全然協力しますよ、私も。夏はエアコンを使うな、ね、普通のお年寄りとかじゃない人は夏にエアコンを使うなと、うちわで我慢しろと、それでいいと思いますよ。それで消費電力を減らしていきましょうと。そしてその天然ガスをなるべくもうロシアのやつはゼロにしましょうと、もうそれぐらいしないと本当に、だってその程度でいいんだったらいくらでも協力しますって。そんな、それはだって自分が義勇兵としてね戦地に行っていつ死ぬかわからないとかなる、本当はそれもしなきゃいけないぐらいですよ、はっきり言ってね。でそれをしなくていいんだったら、いやそれは夏にエアコンぐらい使いませんよ、そんなのは。それぐらい全然協力しますって。であんまり遠出はしないでくださいね、全然協力しますって。そら、いやそらそうですよ。だってあんだけね虐殺されたり爆撃で多くの人が亡くなってるわけなんで、自分たちだけ楽しんで、そんなことはねやっぱり許されないわけです。まあそこにつけてもね、ドイツはそういう意味ではね全くその天然ガスを止めようとしないでしょう。あれどうなんだって言いたいですよね。だから自分たちはだってそのヒトラーという悪い例を見てるわけだから、逆にそれをね率先してその反対のことをやらないといけないのに、結局は天然ガスが欲しいから足元見られてるわけですよ。
なんか2025年までにゼロを目指すとか悠長なこと言ってますよね。だってポーランドを挟んですぐ そこですよ。すぐそこでもう毎日ミサイルが降りかかってきてるような国があるわけですよね。もうポーランドを挟んですぐそこです。そんな状態でいや寒いのが嫌だからエアコンをつけたいとか言ってるわけですよ。それはやっぱりちょっとねどうなんだろうっていう。まあ言ってみればあれですよね、東京に住みながら大阪でドンパチ戦争が起こっていると、でそこでもう食料がないとか言って困ってるのに東京にいる人間がもうたらふく食べて、なんだったらもうの食べきれずに残してるような それってやっぱおかしいですよね。そういう状況だったらおかしいと普通は思う。で、あ、残ったんだったらちょっとこれをまあちょっと手段は分かりませんけど援助物資にしないとなって普通は思うわけですよね。それ全然思ってないんですよ、あの人たちは。ちょっとやっぱねその辺はおかしいですって。もう他人事のように言ってますからね。うん、あとね、そうだ、その日本の知識人で、ウクライナは早く降伏をして、で降伏をしないからあんだけ死者が出てるんじゃないかっていう話があるんですね。でこれ結構言ってる人多いんですよ。橋本徹さんとかも確かそういう話を言ってませんでしたかね。だからゼレンスキーさんをちょっと批判してるんですよ。いやそんなのすぐ降伏すればよかったじゃないかと。いやいやいや、それねおかしいですよ。ましてや弁護士で優秀な橋本さんが言うっていうのが全く理解できないんですけど、まずねその白旗をすぐ上げてロシアが占領しました、そしたら確かに死者は出ませんよ。だってそれ以上攻撃がないですから死者は出ませんし負傷者も出ないでしょうね。だからそれはそれで確かにいいなと思う面もあるんだけど、だけどその後どうなるかというと、例えばウクライナの憲法は停止されますよ。ウクライナの憲法を停止して民法とか刑法も全部ロシア式に改められるんですね。はい、ロシア式の憲法と要は法律セットが丸ごとロシアのものに、ロシアパッケージに法律が全部変わりますので、で当然国会議事堂も閉鎖ですよ。だってロシアが占領してるんだから、GHQ みたいなもんですからね。内幸町の第一生命ビルに陣取ってですね、もうあの段階でだって国会議事堂も政府も裁判所も全部なしですよ。GHQ ですから全部は。でそういうふうにロシアが全部自分とこの行政と司法と、三権分立も ほとんどロシアじゃないようなもんですけど、その国の統治システムが全部変わりますからね。でしかも占領下の扱いを受けますから、どんなことで逮捕されるか分かったもんじゃないですよ。例えばデモをしただけで逮捕とか全然それですから、もう戦時中の刑法が、そういう特殊な刑法が適用されますからね。でしかもそれは全部ロシアが決めてきますから、自分たちの代表者の議員がですね国会議事堂で法律を作るっていう話では全くなくなりますしね。その辺を橋本さんは一番プロなのに全くおかしなこと言ってますよ。すぐに白旗を上げれば死傷者が出ないじゃないかって言うけど、それはじゃあ例えばもうその法律も全部変わるし、何をしたら
何をしたら逮捕されるか全く分かったもんじゃないですよ。でもちろん強制的にロシアの方のシベリアに送還されるかもしれませんし、例えばちょっと週刊誌に意見を書いただけでシベリアの方に送られるかもしれませんし、であとはもちろん税金をね、例えば今までより税金を3倍取られるかもしれません。そしてその税金は全部ロシアの本国に送還されてロシアのために使われます。自分たちの国の橋や道路、上下水道とかの整備、そういうものには一切使われずにですね、税金を3倍取られて全部その税金がロシアの本国の方に使われていく、こんなことも自由にできるわけですよ。それがやっぱり占領されるってことですから。でそれ確かに死傷者は出ないかもしれないけど、もうそうなると言っちゃえば奴隷と一緒ですよね。だって税金っていうのは自分たちの国土を良くするために納めているわけであって、だから納得感があるわけじゃないですか。それを税金取られたものを全部よその国に収奪されていく、でそれっていうのは奴隷ですからね、まあ、いわば昔の中世でいう農奴ですから。で刑法もものすごくウクライナの人に不利な刑法が適用されますから、ちょっとしたことで逮捕されますしね、もうちょっとロシアの悪口を言ったら逮捕ですよ。でじゃあそういう政治に耐えられるのかってことなんですよ。ウクライナの人がね、ウクライナの人がそういう政治に耐えられないから結局はデモが起こって、まあ、パルチザンみたいに要は反政府勢力ができるわけでしょ。そしたらその反政府勢力がまたロシア軍に取り締まりを受けて結局は死傷者が出るんですよ。目先の死傷者が出る出ないの話なんです。橋本さんの言ってる話っていうのは結局はそのロシアに支配される毎日っていうものに耐えられないわけですよ。そんな状態で生きていても何の自由もないわけでしょ。だからそこが人生としてどうなのか、生きがいがあるのかどうかってことですよね。でその生きがいを守るために、まあ、仮に例えばマリウポリの人が1万5000人ぐらい死んでも、まあ、実際はもっと死んでると思うんですけど、そういうのを守るために戦って死んでいくっていうのは、まあ、痛ましいことではありますけどね。まあ、もちろん橋本さんの意見は別によく吟味したわけじゃないんだけど、まあ、その白旗を上げてそしたら国際社会の非難が浴びてその経済制裁がどうこうでそういう形で追い込んでいくんだという、まあ、そういうやり方もあるでしょうけども、まあ、もちろんその橋本さんもそういう虐げられる政治状況を良しとしているわけじゃないでしょうけどね。ただやっぱり何もあの段階で戦わなかったらもう占領されてですね、 GHQ みたいな形でやられてますよ、うん、だって実際中国がウイグルをああいう形で完全にもう支配下に置いてますでしょ。でちょっと反政府活動とかやるとすぐ逮捕されてますよね。国外に逃げててもなんか電話がかかってくるらしいですからね。前 NHK でやってましたけどね。いやもうああいう風になるんですよ、ウクライナがもし戦わなかったら。日本だってそうですよ。
なんか吉本の芸人がとかが忘れましたけど、中国が攻めてきたらすぐ白旗を上げて降参すればいいんだと。でそうすると結局その我々は 今も税金を払って為政者、その政府の人たちともそんな会ったことも見たこともないと。でも税金を払って毎日の日々を暮らしてるじゃないかと。でその上層部が中国人になったところで別に何にも変わらないんじゃないのかって言うんだけど、そしたら死者が出ないからすぐに白旗あげた方がいいじゃないかっていう、ものすごい発想で、そういう発想をね普通に言う人がいるんですけどね。いやいやそうじゃないよと。あの全部憲法から刑法から民法から全部中国式にまず変わりますよ。そしたら何をしたらどう逮捕されるっていう、あの近代刑法とかそんなものが全部関係なくなりますから、もう恣意的にはい逮捕ってそういう国ですからね。で民法が中国式になればですね、そもそも今までの貯めた株式投資で貯めた私有財産なんかそんなもの全部否定されますよ。国が没収するかもしれないし、基本的に中国は私有財産を認めてないですからね。土地はあくまで貸し与えてるんだっていう発想でしょ、あそこ。そういうふうに刑法と民法が変わりますし、その前提たる憲法も変わりますし、当然中国ですから、あの全人代見れば分かるように民主的な選挙じゃないですよ。あの今度参議院の選挙ありますけどね、あんな選挙なんてもう到底望めなくなるわけですよ。というふうにちょっと考えたら分かるんだけど、極端な平和主義者がいるんですよね。白旗を上げれば全部平和的に解決するんだっていう、それは違いますよね。やっぱりその先を読まないとダメですよ、どうなるか。中国が日本を占領した場合どういうふうになるのか、統治がどういうふうになるのかです。そして税金がどうなるのかです。そして例えば株式投資をして儲かったとか損したとか、そんなこと言えないかもしれないですよ。例えば儲かったら 50% 税金取られるかもしれませんし、その 50% の税金を日本のためには全く使わずに中国のために全部使うかもしれませんしね。でそういう税金の使い道を決めるのも全人代ですから、我々が参議院とかの選挙では決められないですよ。もう全部管理された選挙で決めていきますから、つまり私有財産も何も全部否定されます。そして何をしたら懲役1年、何をしたら無罪、こういういわゆる財刑法定主義もですね全く通用しない。要はそういう吉本の芸人の人たちって全く知識がないんですよ、そういうどうなるかっていう。あれは本当にねいい加減な言い方。あ、ちょっと標高が高原になってきましたね。まあこういうふうに地図で見るとですね、モンゴルって砂漠のように一色でこう書かれてるんだけど、実際はこういうふうな、まあまあその表情が豊かですよね。これがその郷土ですね。モンゴル系の遊牧騎馬民族で、まあこれはあの秦の始皇帝の頃からね、もそれぐらいの頃からいますよ。あの漢の劉備玄徳、劉備玄徳じゃないわ、漢の劉邦とかね、
あの辺りの頃からもう強度に悩まされ続けてますからね。この南の方、こっちですね、こっちの方にずっと下の方に行くと、南の方に行くと中国に向かうわけですね。もう全然風景が違いますよね。まあ最初内モンゴル自治区が出てくるんで、だいぶ行かないとですね、中国のあの風景にはたどり着かないわけですね。まあですからね、まあ皆さんも一つ知っておいてほしいのは、他国に占領されると憲法から民法から刑法から全部変わりますよ。そして国会議員の自由に選ぶ権利なんていうものもありませんから、国の立て付けが全く変わってしまいますので。だけど税金だけはきっちり取られます。はい、これはもう昔からそうなんで、古代のこの世界史はいわば税金の歴史ですからね。その支配エリアの人たちから税金を取るっていうのがこれもう大原則なんですよ。一番の法律とかそういう以前に支配地から税金を取る、これがですね、人類の営みなんですね。でその取った税金を自分たちの贅沢のために使う場合もあります。それは専制国家だったらそうなりますね。もう自分たちの贅沢のためにすごい立派な宮殿を建てて、もう財宝、金銀財宝を買いまくって、あんなピラミッドを建ててとかね。あの秦の西太后なんかがそうだったんですよね。贅沢をやりすぎて、もう例えばイギリスのアヘン戦争みたいなものが来たら全く歯が立たなかったりとか、もうそういう風になってしまうわけですね。自分たちのために、自分たちの贅沢のために税金を使うんだっていう発想ですからね。ただこれは民主主義国家になると、一応その国民のために税金を使うっていう、その国民、取った税金は国民に還元するっていう原理ですから。ただそれがそういうふうにはなりませんからね、国によっては。で占領されるってことはそういうことなんです。だから例えばね、その中国が攻めてきて中国に占領されるよりは、アメリカが攻めてきてアメリカが占領した方がそのマシでしょうね。その法律のシステムがまだ近代的ですから。ただそうは言っても、その場合でもですよ、アメリカが占領した場合でもやっぱり結局アメリカが有利なように物事を、その細かい部分を微調整してきますから、その大原則はアメリカの近代憲法だったとしても、やっぱり細々としたところでそれは不利になってきます。ものすごくやっぱり虐げられた扱いになってきますよ。それはもちろんそうです。だから中国に占領されるよりは、アメリカとかイギリスとかドイツとかフランスとかね、そういう近代国家に、本当に民主主義国家に占領された方が、まあマシではあるでしょうね。ただ中国とかロシアに占領されてしまったら、もう最悪ですよ。だから結局その場合はレジスタンスが起こることになるでしょう。ということはやっぱり死傷者が出るんですよ。
で しかもその場合のレジスタンスっていうのは自衛隊とかを全部無力化された後の話になりますから、もっと分が悪いわけです。だってそうですよね、自衛隊とか全部解体させられますよ、あの白旗いきなり上げちゃったら。白旗上げちゃったらもう全部警察から自衛隊からですね、武力は全部取り上げられちゃいますから。あるいは中国軍のために使いますからね、司令官とか全部中国人になっちゃいますから。でそうなると、じゃあやっぱりそのこんな政治は嫌だねと、こんなやっぱり他国の占領下では全く生きがいがないですねってなった時に、じゃあ反乱を起こしましょうかってなった時に、もう武器は全部ないんですよ。ということはもう本当に火炎瓶とかですね、まあちょっとかき集めた機関銃かなんか小銃とかあるかもしれないけど、手榴弾とかぐらいだったらあるかもしれないけど、せいぜいそんなもんになっちゃうんで、もういくらそんなレジスタンスとか言ってもすぐやっぱりやられちゃいますし、余計に死傷者が増えますよね。それであればその普段から戦力を、まあ、自衛隊を磨いておいて、そしてそういう有事の際には防衛をする、まあ、最終的に負けたとしても防衛をしていくっていう、それがまあ普通のものの考え方ですよね、うん、先がどうなるか2手3手10手って読んでいかないとダメですよ。読んだ上で降参をした方がいいんだって言ってるんだったらいいんだけど、そう考えてないですからね、そういうとこ。そろそろ放送も1時間になってきましたので、またこの辺にここはちょっとこっちの方行きましょうかね。いやー、心が洗われましたよ、こんな景色。今度はよしよし、ふう、はい、ご視聴ありがとうございました。